はい、ヤマハ DT230 ランツァのご紹介です。これがですね、まさかこんな低走行のランツァがまだあると思ってませんでした。というのもですね、私の知り合いにですね、DT マニアの人がいます。 DT シリーズばっかりですね、もう10台も20台も持っててですね、でかい倉庫にずらっと並べてるような人なんですけれども、その人がですね、まあ放出品ということで、特別にうちに売っていただきました。というわけでオークションものではないです。なので、前のオーナーさんがはっきりしております。で、走行距離がですね非常に少ないです。9958キロです。あとちょっとで1万いっちゃうんですけども、9958の方がイメージがいいので、私はテスト走行とかしません。このままの状態で出します。もちろんだからといってですね、調子が悪いのを騙して売ろうとしてるわけではないんで、毎回言ってますけども、はい。であとキックついてますね。非常に便利です。セルとキック両方とも使えます。セルですね。あと YB ベースもちゃんと動いてます。セル動くし、あとキックも、キックこんなにちっちゃくていいのかって言われるんですけども、ちっちゃくて大丈夫です。ちっちゃくて大丈夫ですね。はい。で、国内仕様の最終型になります。なので、クランクですね、そのオイルシールも対策済みです。で、あとスイングアームがアルミですね。で、まあ、ちょっと写真に写っちゃってるかもしれないんですけども、若干そのローター外錆ついてるんですが、これは乗らずに1、2週間置いておいただけで、出る類のものなので、乗ってればすぐに消えますので、気にしないでください。まあ、気にする人は気にすると思うんですけど、海外物の最終と違う点はフレームが黒い点です。海外物だと青になります。だから性能に何が差があるかといえば差はないんですけれども、まあ、私が知っていることは全てお話しするつもりなので、はい。で、あと何だっけ、あ、そうです、トラクションコントロールシステムですね、がついてます。これ何かというと、まあ、バイクはタイヤが2個しかありません。なので四駆と違ってですね、後ろが滑り出すともう前に進まないわけです。で、そういう時にですね、このトラクションコントロールシステムがあると、後輪が空転するような状況でも前に進めるというものらしいですが、実際ちょっと私そういうとこ行ってオフ走行で試したわけではないので、まあ、カタログ並みのこのぐらいの説明しかできないんですけども、それはそれで勘弁してください。非常に機動性良好です。まあ、先ほどから見て分かる通り、セルはバッテンシングとても乗りやすいですね。私ツーストのトレイルバイクの 中ではですね、ランツァが一番すごいと思ってます。全然この道路もですね、ゴツゴツ感感じないですね。滑るように、距離を伸ばしたくないのでこのぐらいにします。ツーストというものについての一般論ですね、あと一般的な認識を話しますけども、ツーストは乗り手を選ぶとか、初心者には辛いとかですね、すぐ壊れるっていう話があるかと思うんですけども、確かにそうです。そういうツーストが過去に存在しました。というのはですね、ツーストが思い切り台頭してですね、一番売れてた時代っていうのはバブルの頃なんですね。80年代です。でバブルの頃っていうのはツーストに限らず、みんな新車を買ってました。で、新車を乗り回してですね、峠とかでレースサーキットとかで走ってですね、リミッターとか解除してですね、もう1万キロ2万キロも行かないうちにぶっ壊したらまた新車を買って、同じバイクを10年乗り続ける、20年乗り続けるっていうことは考えてなかった時代なんです。で、そういう時代のレーサーレプリカのツーストですね。レース場でそのまま使えるようなオートバイ、はい、は確かに壊れやすいです。というのは、サーキットでガンガン扱ってぶん回したバイクが中古で出てくると、それに乗ったらそれが長持ちすると思いますか？
思わないと思うんですけどね。そういったバイクですから、やっぱり、昔のサーキットで使ってたようなツーストっていうのは壊れたんです。だからツーストは壊れやすいっていうイメージがつきました。あと割と新車バンバン買ってた時代なんで、リミッター解除したり抜けよくしたりして馬力をバンバン上げてガンガン回してやって、壊してもそれで笑ってられたんですね。メーカーもそれを推奨というか、まあ許してた時代です。で、そういった時代のものにそういったチューンを今施して走るともうそれは壊れますね。それは普通でもう皆さん想像つくと思うんですけども、特にツーストっていうのはエンジンの中のパーツの一部がですね、ほとんど直接潤滑されてない状態で回ってます。 なので、馬力を発揮させたり回転数を上げる上限については割と厳しく制限しなければいけないんです。でそれを超えさせることは結構簡単にできちゃうので、まあ、ツーストに限らず限界を超えて回せば馬力は出るんです。ただツーストがそれをやりやすかったっていうので、壊す人が続出、もしくは壊れる直前まで乗って、中古で売り飛ばしてそれを買った人が買って壊すっていうことがよく起こりました。でもそれはバブルの時代の話です。もしくはその余波が残っていた頃、もしくはツーストのエンデューロマシン、レース専用マシンみたいなものを乗ってた人たちの話です。でこいつに関してはバブルのバイクじゃありません。バブルが終わった後にメーカーが10年乗ることを考えて、作ったオートバイです。なので、まあ、さっき言ったような部品ですね、先ほども冒頭でも述べたんですけども対策されています。一番その壊れたらまずい部分を対策しています。なので、ランツァーがツーストのオフ車なんですけども、他の CRM とか KDX とか TS とかと大きく違う点は、きちんと長持ちする耐久性を考えて、設計一から設計されたものなんですね。だからエンジンのベースはこれまでの、DT200 シリーズと違ってですね、DT125 をベースにしてます。125をボアアップして各部の耐久性を上げて作った車体がこれなんですね。だからセルがついてるんです。だからこれまでの、他の WR とかですね、そういったシリーズの DT とはまた別物ですね。だから DT ってこう書くのちっちゃいんです。ランザって字の方が大きいですね。はい。まあ他の KDX とかですね、さっき言った CRM 等をですね悪く言うつもりはないんです。私自身も KDX に乗ってました。でそういった他のメーカーのツーストのオフロードもやはりランザと同じ運命をたどるわけですね。やはり最終的には耐久性を重視した、もしくは燃費を重視した設計になって、その膜を閉じましたっていうのは、まあ、排ガス規制で膜を閉じちゃったんですけども、例えば KDX は220ですね。で CRM は AR ですね、最終的にはその馬力競争ではなくてですね、燃費と耐久性、みんなそっちに戻ります。でそういった中で、一番私が作りがいいと思っているのがこのランザーなんですね。はい、セルがついてますし、なおかつ燃費も良い、ツーストのオフロードはオフロード車の中で一番燃費がいいです。以前ツーリングでご一緒した時はですね、富士山一周して戻ってきて燃費が27、8いきました。でも DT シリーズとしてはそれは結構当然なんです。ただ他のオフロード車だと、7、8とか10、11、いって14ぐらいですね。これは私の経験なんですけど、なので燃費が良くて、耐久性があって、なおかつかっこよくてですね、でトラクションコントロールシステムという変なシステムも、ね、ついているという、こうしたあとセルもついててですね、足つきも良くてお尻も痛くならず操作性も良いと、いいことずくめなバイクです。値段が上がるのをうなずけます。私も実は1台欲しいんですけども、なかなか手元に置いておきません。はい、というわけで、まあ、ちょっと長くなってしまったんですけど、 DT230 ランザ、もうこれが売れたら低走行のランザはいつ出るかわからないです。もうしばらく出ないと思います。前入れてもう出ないかなと思ってたところ、奇跡的にこれが出たので、お探しの方は一度ご覧になっていただければと思います。はい、というわけで、DT230 ランツァ、低走行ですね、この機会にどうぞ一つよろしくお願いします。